Hey, this is Stanley, the Falkland Islands Broadcasting Station. Been instructed by the government of the Falkland Islands to call you and ask you to repeat the message. For the purpose of avoiding bloodshed and property damage among the population, we hope that you shall act prudently. Our concern is for the welfare and safety of the people of the Malvinas. This was the message from the Argentine Armed Forces.1982年4月2日午前4時、アルゼンチンは陸海空三軍兵士およそ5000人でイギリス領フォークランド諸島を急襲。数時間のうちに島を制圧しました。フォークランド諸島はアルゼンチンではマルビナス諸島と呼ばれ、かねてからイギリスとの間で領有権が争われていた地域です。アルゼンチンはこれによって島の支配権を奪還したと宣言しました。The Falkland Islands Broadcasting Studio. Now, we've just had a call from Alistair Grieve. Alistair, I understand that you've sighted some of the vehicles, have you? I had a quick look out through the curtains and all I could see was smoke, so I honestly haven't a clue what's happening. But there's been some really heavy bangs, the whole place is shaking. It's a bit nerve-wracking to say the least. There's a lot of machine gun fire and fairly small arms fire as well. And where are you giving this report from, Ali? Are you standing up, sitting down, or what are you doing? I'm lying on the floor, boy. Now, the situation, as you might hear, is that the radio station has now been taken over. We have three Argentine members. We have everything recorded in two tapes. Yes. Okay, for the population. Well, just a minute. Sí, señor, un minuto. If you take the gun out of my back, I'm going to transmit it to you. If you take the gun away. Señor. But I'm not speaking with the gun in my back. アルゼンチン軍は午前7時にはイギリスの総督府を完全に包囲していました。総督府の近くで2人のイギリス海兵隊員を捕虜にしました。彼らは完全武装で我々を待ち受けていましたが、ただ我々に比べ戦う意思は感じられませんでした。総督府に向かおうとしているもう一人の海兵隊員を見つけたので、機関銃を向けてこれもすぐに捕虜にしました。突然捕虜になってしまった。総督府の庭には3人のアルゼンチン兵の死体が横たわっていたから、相手がどんな態度に出るかわからなかった。我々はすぐに武装解除され、地面にうつ伏せにさせられた。最初は少しばかり恥に思ったけど、でもそれよりも次に何が起こるのか、その方が怖かった。そこへアルゼンチンの将校が一人やってきて、味方の警備の兵士を殴りつけ、僕らに立ち上がるよう命じたんだ。その将校は僕と握手し、他のイギリス兵とも握手して、君たちは地面にうつ伏せになる必要はないし、自分たちの行動を誇りに思うべきだって言うんだ。僕は抵抗をやめていてよかったと心底から思ったよ。それが正直な気持ちだ。撃たれて死にたくはなかったんだ。アルゼンチン人として、軍人として、私は非常な興奮を覚えていました。長いことイギリスの手にあったマルビナスの島々を、今ついに奪い返しているんだと感じていたのです。大変誇りに思いました。マルビナス諸島占領のニュースが伝えられると、軍事政権下の重苦しい雰囲気や経済危機は、一夜のうちに忘れ去られました。島の領有権を取り戻すという国民的な夢が叶えられたのです。Activa aplaudían y acompañaban la actitud de Argentina. No puedo negar que fue realmente quizás unos momentos más emocionantes y más importantes de mi vida. Have you heard from the governor all this afternoon, sir? 一方、イギリス国内では女王の領土へ無残だと侵略を許したという怒りの声が高まり、
何人かの閣僚が辞任しました。It is a national humiliation, and I have been responsible for foreign affairs, and I do not think it is right that when that happens, the minister responsible should just go on as if nothing had happened, and I think that the honourable thing to do is to resign.手ひどく威信を傷つけられたイギリスは直ちに軍事行動を開始しました。アルゼンチン軍の侵攻から3日後の4月5日、イギリス海軍機動部隊の第1陣およそ40隻がポーツマスを出港。イギリス海軍の3分の2に当たる艦船が1万3000キロの彼方にあるフォークランド諸島へ向けて南下していきました。イギリス海軍がやってくると聞けば、アルゼンチンの小規模な部隊はすぐに逃げ出すだろうとみんな考えていました。私は戦争なんてあるわけないと思っていましたし、戦争を予期して船に乗っていたわけじゃありません。私は行きたくはなかったんです。ただ給料を払ってくれている納税者のために一度はお役に立とうと思いました。イギリスからフォークランド諸島まで1万3000キロ、およそ2週間の航海です。機動部隊のほとんどの者が実際に戦争になるとは考えていませんでした。船の上では恒例の赤道祭りが賑やかに催されたりしていました。夫からはたびたび手紙が来ました。夫は輸送船のアトランティックコンベアに乗り組んでいたんですが、船の上の生活は素晴らしく、仲間とダーツやカードで遊んだりして楽しいと書いてありました。また別の手紙には、この楽しい雰囲気がある限り大したことにはならないだろうと書いてありました。途中までは戦争になるとは誰も思っていませんでした。毎日私たちは BBC の放送に耳を傾け、外交的に決着がつくものと信じていたんです。この機動作戦はその外交的駆け引きの一部だと思っていました。私たちはスペイン語を勉強しなければならなかったんですが、覚えたのは手を挙げて降伏しろという言葉だけでした。降伏しますなどは論外、他のスペイン語も特に必要ないと考えていました。その頃、アルゼンチン軍はフォークランド諸島の守りを固めていました。徴兵された数千人に上る若い兵士たちも本土から到着していました。初めてやってきた時、全てのものが英語で記されているので驚きました。アルゼンチンの領土だと思わせるものは何もありませんでした。町で小さな釘を拾うと、それにイギリス製と書かれていたことを覚えています。そこで私はこれは一体どういうことなんだと考え込みました。自分がどこにいるのかわからなくなったんです。私はアルゼンチンの国民を守るためマルビナス諸島へ行くんだと聞かされていました。でも島民は誰一人アルゼンチン人ではありません。私は自問しました。侵略者はどっちなんだ、彼らかそれとも我々なのかと。マルビナスオペレーションシアターコマンドコミュニケーナンバー4ガランティーズ The continuity of the way of life of the people of the island, respect for private property, freedom to enter, leave or remain on the island. Furthermore, the population is exhorted to continue normally with their activities. It was a bitterly cold day. とても寒い日曜日の午後でした。留守だった隣の家にアルゼンチン兵がやってきて、ドアを乱暴にノックしていました。夫は預かっている鍵を持って外へ出たんです。
たちまち夫は背中に景気感じを突きつけられてひざまずかされました。私はどうしていいかわからなかったんですが、希望と栄光の地のレコードをかけ窓を開けました。夫はユーモアを介する人でしたから、たとえ死ぬことになっても最後に耳にしたのがあの曲なら、きっと微笑みながら死んでいけるんじゃないかと思ったんです。アメリカは親密な2つの同盟国が戦争になるのを回避させようと努力していました。And yet suddenly they had become the focus of this enormous, intense conflict. アメリカのヘイグ国務長官は交渉による決着の道を模索しました。その片腕となったのがデイビッド・ゴンパートです。Of course, the most memorable. サッチャー首相の戦時内閣の統括ぶりには強い印象を受けました。彼女は閣僚たちに専門的意見を求めましたが、最終決定は常に自分で下しました。当時のロンドンでは交渉への積極的姿勢は見出せませんでした。女王陛下の政府が責任を負う領土を外国の軍隊が占領している、その軍隊を撤退させることが先決で交渉など論外だというわけです。 She was never in any doubt. There may have been those of us, who at one moment or other thought, should we just give a little bit more? Would it finally end the problems which we hadn't yet faced of actually invading from ships in the South Atlantic? But she was totally resolute.艦隊がフォークランド諸島に近づくにつれ、機動部隊の兵士たちの心理は微妙に変化していきました。戦闘訓練の激しさが増すにつれ、兵士の緊張感も高まっていきました。アルゼンチン軍の捕虜になり本国に強制送還された海兵隊員たちもすでに機動部隊と合流、再び島に向かいつつありました。僕たちはちょっとした名士だった。本当の銃撃戦はどんな気持ちがするとかいろいろと聞かれました。僕たちの任務は再び島に上陸しアルゼンチン軍を攻撃することだったが、島に近づくにつれ女王のためとか国のためなんていう古臭い文句は誰も口にしなくなった。上陸し敵を攻略して戻ってこようとみんな言っていたが、そんな生易しいもんじゃない。上陸せずに島を奪回できれば一番良かったんです。私は戦闘を交えることになると確信していました。だから勇敢でありたい、手柄を立てたいと思っていました。私が所属する中隊の中佐も同意見でした。ある時中隊全員で撮った写真を見ながら、中佐は帰りに写真を撮った時、この中の顔がいくつか消えていたら悲しいねとそう言いました。しばらく考えた末に、私は妻に手紙を書き、私がどれほど愛しているか妻に対する気持ちを伝えようと決心しました。妻が私を思い出せるようなこと、好きな音楽、2人で行った場所のことなども書きました。私が死んだ後どうしたらいいか助言も与えました。そんな手紙を書くのは本当につらいことでした。さらにもっとつらかったのは息子への手紙でした。今になってもその手紙を読み返してはいませんが、きっと涙がにじんでいるはずです。手紙は2通とも私の父に宛てて出し、私が死んだら
妻と子に渡してほしいと頼みました。和平特使のペイグ国務長官はアルゼンチンとも交渉を続けました。ブエノスアイレスはマルビナス奪回に沸き立ち、最高決議機関の軍事評議会もアルゼンチンは固有の権利を決して放棄しないと断言しました。There was about their attitude a kind of frivolousness, first of all, as though they were not really serious, as though they did not have a sense of what war would be like. They had no sense of the tragedy of war and of the loss of life. They had no sense that they were going to be defeated, as I pointed out to them. Surely they were going to be defeated. They had no experience of war. They would be fighting one of the world's great powers. It was our failure. アルゼンチンの軍事評議会の決意を把握できなかったのは我々の失敗でした。戦争突入が最終的に決定されたことを探知できなかったのです。それが両軍の交戦を招き、殺し合いを始めさせてしまったのです。イギリス軍はフォークランド諸島の中心都市ポートスタンリーのアルゼンチン軍飛行場への爆撃を開始しました。ほらやってきた、イギリス軍がやってきたと叫ぶ友人の声で目が覚めました。とても嬉しくて私は家の中で飛び跳ねたんですが、窓の外には機関銃を構えたアルゼンチン兵がいて、彼らは私に銃を向け、身をかがめないと撃つぞという身振りをしました。もちろん私はすぐ窓から離れました。我々は多分相当にうぬぼれていたんだと思う。我々の間の雰囲気はアルゼンチン人たちをやっつけてやった、すぐに奴らは撤退するだろう、これで十分、もう終わりだ、そんな感じだった。5月2日アルゼンチン海軍が誇る巡洋艦ヘネラル・ベルグラノは1000人余りの兵士を乗せて南大西洋を航行中でした。兵士の3分の1は平均年齢18歳の新兵でした。このヘネラル・ベルグラノをイギリスの原子力潜水艦コンカラーが2日前から追尾していました。原潜コンカラーがロンドンからの直接の命令を受けて巡洋艦ヘネラル・ベルグラノに魚雷を発射したのは5月2日午後4時のことでした。魚雷は3発発射され、そのうちの2発が命中しました。最初の爆発によって最大の死者が出ました。ヘネラル・ベルグラノの乗組員のうち300人近くがその爆発で死んだものと思われます。その爆発に続いて大規模な浸水が始まりました。数秒後に2発目の魚雷が船首から5メートルのところに命中しました。船首の部分はほとんど消し飛びました。乗組員は救命ボートを組み立て、私の退艦命令を待っていました。私は最終的に艦を放棄し、退艦命令を下す決意をしました。私の海軍将校の軍歴において、あれほど辛く悲しい命令はありませんでした。甲板の下に大勢の乗組員が残っていることは分かっていましたが、
彼らを救う手立てはありませんでした。救うことは不可能だったんです。できることは主甲板から負傷者を救命ボートに収容することだけでした。負傷者のほとんどは爆発と火災によってひどい火傷を負っていました。我々は多くの友人たちを残して艦を離れなければならなかったんです。友人たちは甲板の下で我々が救いの手を差し伸べるのを待っているというのにです。しかしどうすることもできませんでした。あなた方にできることは何もなかったのですね。そうです、我々には何もできませんでした。ヘネラル・ベルグラノから降ろされた救命ボートは氷点下の気温の中、強風にあおられながら漂流しました。2日後、いくつかの救命ボートが病院船バイア・パライソに発見されました。軍艦から脱出はしたものの、乗組員の多くが漂流中、氷点下の風雨にさらされたため、凍死していました。今でも覚えていることがあります。私たちが一艘の救命ボートを発見すると、その覆いの上で誰かが眠っているようでした。顔も見えないほどありったけの衣類を着込んでいました。遠くから見たときはすやすやと眠っているようだったんです。彼は救助の船を見つけようとボートの覆いの上に上がっていたんでしょう。船に引き上げて初めて彼が死んでいることが分かりました。その若い将校はエラド・セビリア大尉でした。tuve un llamado telefónico de mi hijo mayorMe dijo, ¿estás escuchando noticias por radio? Le digo, no, tengo puesta la televisión. Porque están diciendo cada cosa, cada tontera, dicen de Radio Carvel de Montevideo. Yo no escuché nada. Él no me dijo nada. Me acosté, dormí. A las 6 de la mañana levanto el del equipo, la válvula, y me pongo a escuchar. Y lo primero que siento que se hundió, bombardearon el crucero General Belgrano.Como una loca me fui al teléfono a hablar con él y a hablar con mi hermana. Y ellos habían estado escuchando toda la noche sin dormir, escuchando todo. Yo no había escuchado nada. Y ahí empezó la larga noche, las largas noches. El lunes no aparecía. El martes tampoco nada. A la tarde se hizo una misa en la parroquia que yo tenía enfrente de mi casa.Santiago Apóstol, los vecinos y todos los parientes pidiendo porque mi hijo llegara a casa con vida. No fue así. Desgraciadamente no fue así. Fue muy angustiante. Fue terrible.Chico que medía 1.90 con toda su vitalidad, sanísimo. En fin, él no quisiera que yo estuviera así en este momento.エグゾスミサイルを装備したアルゼンチン軍の戦闘機がイギリス機動部隊への報復に飛び立ったのはヘネラル・ベルグラノの撃沈から2日後5月4日のことでした。激しい報復戦が始まったのです。イギリスが最初に支払った代償は主力艦隊の前方で警戒に当たっていた駆逐艦シェフィールドでした。海はとても穏やかでした。
私たちは潜水艦の攻撃に備えて海面を見張っていたんですが、最初私には魚雷が向かってくるように思いました。海面が揺らめいて見えたからです。しかしそれがまさにエクゾセでした。当直将校もブリッジにいた他の乗組員も退避を始めましたが、今考えてみれば接近するミサイルに立ちすくんでいたのが本当です。思うたびゾッとする光景です。私たちはほとんど命中するまでエクゾセを見つめていました。命中するその寸前、私たちは身を寄せ合い床に伏せたんです。サンカルロス。イギリス軍はここを上陸地点に定めました。最終目標である島の中心都市ポートスタンリーとは反対側の海岸にあり、守りも薄いことが分かっていました。上陸作戦決行は5月21日。監視塔に上がるとちょうど空が晴れてきました。数隻のフリゲート艦と輸送船がはっきりと見えました。無数のヘリコプターも空に舞っていました。そして上陸用舟艇が今まさにこちらに向かって進んでくるところでした。それはもう目を見張るような光景でした。あれほどの数の上陸用舟艇を見たのは初めてでした。守備に当たっていた私の部隊はわずか40人、それに対し5000人のイギリス兵が上陸しようとしていたんです。上陸作戦はほとんど抵抗も受けずに成功しましたが、イギリス軍部隊は空からの攻撃には無防備なままでした。上陸部隊を率いて作戦を実施しましたが、艦船に対する空からの攻撃が心配でした。その点を私はロンドンにはっきり訴えたのです。つまり命令だから上陸は決行する。しかし現在の防空体制のまま、もし空からの攻撃を受けたならおびただしい数の犠牲者が出るだろうと言ったのです。Politicians must never show military advisors that they are fearful of too many casualties. Because if you do that, you will put caution on the commanders right down the way when caution probably may not be the right answer. トンプソン准将の恐れていたことが現実になりました。標的となったのはフリゲート艦アーデントです。上陸に成功したのと同じ日、5月21日のことでした。アルゼンチン軍のパイロットは実に優秀でした。
艦船の攻撃方法をよく知っていました。彼らが一列になって船尾に迫ってきたとき、艦長は全速前進を命じ、我々は20ミリ機関砲で応戦しようとしました。しかし船をどの方向に向けても必ず戦闘機の一機は船尾に取り付いて襲いかかり、決して振りほどけませんでした。フリゲート艦アーデントは私たちの攻撃に対し見事な対応を見せました。全速で海峡中央の広い水域に向かって進み、攻撃をかわそうとしたんです。しかし直に船が私の真下に入ったので、私は爆弾を落としてすぐに飛び去りました。私は下にいるフリゲート艦の艦長が空からの攻撃に対し防戦の仕方をよく知っていると実感したものです。それでも私たちは狙いは外しませんでした。飛び去るとき、私の木の翼がよくやったと言っているようでした。私が落とした爆弾の少なくとも一発は命中していたんです。I remember waking up again. The dining hall was pitch black. I could see that my hand was injured, but although we had my anti-flash glove on, I could just see a mass of blood around the hand. And though no pain, no feeling at all, I thought, well, they can sew fingers back on these days, no problem. Had a quick feel over the rest of my body. I had a large piece of formica sticking out the top of my head here. I pulled out, threw away. I then tried to get up. My wife was 5 months pregnant at the time with our first child. And I wanted to get home. But like a miracle, the ship must have slewed round, but we got a breath of sweet tasting air. The hole in the side must have just caught some air and it wafted. And we took a large lungful and at least I started moving to the back end of the ship. Cuando yo tiro mis bombas, no estoy. 誰かを殺そうと思って船に爆弾を落とすわけではありません。アーデントの乗組員を殺す気など元はありませんでした。狙いはできれば犠牲者を出すことなく艦船が作戦行動を取れなくすることです。それはあの戦争の間ずっと考えていたことですし、同僚もみんな同じことを考えていました。アーデントの艦長にはこう言いたいと思います。何人かの部下と艦を失ったことは気の毒に思いますが、しかし私もあなたと同様任務を遂行していたんです。アルゼンチン軍の空からの攻撃に対し、イギリス側も空母の艦載機で反撃に出ます。フォークランドの空には激しい空中戦が展開されていきました。
ルゼンチン空軍は甚大な被害を被りました。撃墜されて生き残ったパイロットはごく少数です。撃墜されて相手の船に引き上げられたものの、すぐに海に放り投げられるのではないかと思いました。捕虜になったばかりの時はかなり被害妄想的になるようです。彼らは私の救命具を履い取り、銃を突きつけました。でもほっとしたという気持ちも強くありました。なんといっても私は生きてたんですから。恐る恐る自分の体を見てみると、左足が変な角度に曲がってました。脱臼してたんです。ひどく痛みました。彼らは私にモルヒネを注射して額に M と印をつけました。私は病院に運ばれました。そこの医師は私に、ここでは君は普通の患者だよと言いました。その時から実際に普通の患者として扱われていると感じました。もちろん私はイギリス軍に囚われている身でしたが、囚人のように扱われたことは一度もありませんでした。本当に私はただの患者だったんです。イギリスの機動部隊は依然空からの攻撃に弱く、5月25日輸送船アトランティックコンベアが撃沈されました。And sat in his car on the door, you know, waiting for us on the road. And I saw his little blue badge on his lapel. And he automatically, I thought, something's wrong. So he said, can I speak to you in the house, please? So I said, yes, come on. So I said to the children, go in the kitchen, please. And sent them away in the kitchen. He took me in the lounge. He said, I'm afraid I have some bad news for you. I said, just how bad? He said, I'm afraid it's the very worst.And then he went, and then of course I told the children. How did you tell them? I just said that the ship had been hit and that the dad had been killed. And they sent me a duplicate map saying Frank Folks was buried at sea on Wednesday, the 26th of May. I got his plastic bag, and there was his pipe, his wristwatch.His St. Christopher, his wedding ring. I was very upset about him taking his wedding ring off because it worried me. It was very, very tight. He'd never taken it off. And I worried how they'd got it off his fingers. And he always used to wear a cap down below because he didn't just like to get oil in his hair. And his cap was in this plastic bag, but they're all wet still as they'd come out of the sea.上陸部隊はサンカルロスに橋頭保を築いたものの、アトランティックコンベヤーに積んでいた装備と物資を失ったため足止めを食っていました。しかしそんな中、上陸部隊の指揮官トンプソン准将は戦争の決着を急ぐロンドンから強い指令を受けていました。ロンドンでは政治的な意味でも早急に戦争に勝つ必要があったのです。我々はすぐに行動を起こし、そして勝たなければなりませんでした。The whole of the Falklands. It wasn't a big area, but just to be stuck in a very small area and confined there would have had all sorts of troubles in every way, not least on the diplomatic front, because if we didn't get a move on, all the proposals for ceasefires would become stronger, and ceasefires which would have conditions which would not have been beneficial from our point of view, all those risks. So a breakout was very important. Though you are quite happy.女王と国のために死ぬことは厭わないとしても、政治家のために死のうと思う人間はいないはずです。私は何度も無線電話に呼び出され、ノースウッドの総司令部からいろいろと言われました。ある時、特に腹立たしい電話の後で、私はテントから出ると一人で怒鳴ったものです。
よし、それならあいつらのためにこの戦争に勝ってやる、そしてやめてやるんだとね。真っ暗でした。ものすごい射撃音がしていました。我々の大隊は南部のグースグリーンにあるアルゼンチン軍の強力な拠点を攻めたんです。栄光弾が飛び交い、白い輪行が闇を裂き、恐怖が体を突き抜けました。全員が塹壕へ突撃し、手投げ弾を投げ、銃を乱射しました。銃剣も使用しました。野蛮なひどい戦いでした。全てのことが初めての体験でした。これが殺し合いというものかと思いました。我々の大隊長は勇敢な軍人というだけでなく、真の戦士ともいえる人物でしたが、大隊長は前線についても歩を緩めず、そのまま部隊の先頭を走り続けました。その猪突猛進ぶりには正直なところやれやれまたかと思ったものですが、その時突然私の後ろから誰かが、気をつけろ、左手に塹壕があるぞと叫んだんです。私はすぐに大隊長に注意してくださいと言ったんですが、聞こえなかったようです。私は丘に駆け上ってその塹壕をめがけて撃ちまくりました。大隊長がその塹壕に近づいた時、さらに背後にあった塹壕から銃撃を受けました。銃弾の土煙が一列まっすぐに伸びていって、それが大隊長の背中に届くのが見えました。当たった弾丸の衝撃に押されて、大隊長は目指していた塹壕の縁までふらふらと歩いていきました。グースグリーンを攻め落としてアルゼンチン兵の捕虜はたくさんいました。羊の牧場の囲いを利用して捕虜収容所を作ったんですが、そばにはアルゼンチン軍の弾薬が積んでありました。私たちはそこに爆薬が仕掛けてあるような気がして、それで彼ら自身の安全のためにもその弾薬を移動させる気はないか、アルゼンチンの将校に尋ねてみたんです。すると彼らは実際に弾薬の移動を手伝ってくれました。弾薬を運んでいると突然爆発が起きました。やはり爆薬が仕掛けてあったんです。そばにいたアルゼンチンの兵士が爆発に巻き込まれました。その兵士にしてやれたのは、苦痛から解放するため銃で撃って楽にしてやることだけでした。それ以外に彼にしてやれることは何もなかったんです。その時私は自分には運がついてると思いました。あたりはもう薄気味悪いような静けさと暗闇と、そして寒さに包まれていました。やがて感情が激してきて、頬に涙が伝うのが分かりました。私はその必死で行った仲間のことを思い、
明日にはもっと多くの仲間が死ぬことを思いました。もう悲しくて胸が詰まってしまい、その日一日の出来事を思い返しながら2時間ほどその場で横になっていました。ポートスタンリーへの進撃に備えてイギリス軍の増援部隊がサンカルロスに派遣されました。その中の近衛連隊は陸路を行く部隊と分かれ、輸送船サー・ガラハドでポートスタンリーに近いブラフコーブへと向かいました。しかし悪天候のためサー・ガラハドはブラフコーブを避け、フィッツロイという入り江に入りました。6月8日、近衛連隊の兵士を乗せたままサー・ガラハドはアルゼンチン軍の爆撃を受けます。上陸作戦に携わる者として私はガラハドに乗っていた上級将校にすぐに兵士たちを上陸させるよう強く主張しました。そのままでは敵の格好の攻撃目標になってしまうからです。しかしその将校は上陸地点はフィッツロイではなくブラフコーブだとあくまで言い張り、兵士たちはガラハドに足止めされたままでした。20分あれば全員を下船させられたのに、最後まで爆撃の危険性を理解してもらえませんでした。死体が転がり、悲鳴や叫び声が上がっていた。船自体が一つの巨大な火炎弾だった。炎から逃れる場所はなかった。引いては返す炎で背中や両足は焼かれるままだった。実際ひどい火傷を負った。脱出しようとしたがダメだったんだ。それで両手はこんなになってしまった。甲板はまるで鍛冶屋の鉄のように真っ赤に焼けていた。僕の手の先で何かがひらひらしている。目がおかしくて何か物が二重に見えてるのかとも思った。何がひらひらしていたかといえば、僕の両手の皮膚が指先まで剥がれ垂れ下がってたんだ。どのくらい気を失っていたかはわからない。気がつくと左足の下の方が焼けつくような感じだった。僕は反射的に立ち上がろうとした。足のことは何にも考えずに。左手がたまらなく熱かったからそっちが心配だった。立ち上がってみると左足がなくなっていた。辺りを見回すとみんな負傷していた。親しい仲間のはずだったけど、顔が真っ黒で髪の毛も焼けてなくなっているから誰が誰だかわからなかった。全員真っ黒で、やけどから泡が立ってたりかさぶたになり始めていた。嫌な匂いがしていた。頭から出血していましたが、僕の場合はそれほどひどい怪我ではありませんでした。ドアのある場所は分かっていましたから、すぐ脱出することを考えました。両肘をついて体を起こそうとしましたが、濃い煙の層があって呼吸が苦しくなり、また床に伏せてしまいました。その時誰かの死体に触ったんですが、見ることはできませんでした。
とにかく出口に向かって進みました。その時部屋の奥に誰かがいて、足を吹き飛ばされたって泣き叫び始めたんです。煙が立ち込め、電気も消えているから誰かは分かりません。その男を助けに行くか、それともこのまま脱出するかを決めるのは、僕にとって生涯で最大の決断でした。部屋で生き残っていたのは彼と僕だけでしたから、どう決断しようとも誰にも知られずに済んだわけです。僕は英雄になりたいと思いました。それで彼を助けに戻りました。それは親友のケビン・ウッド・フォードでした。彼は大男で、僕は彼の脇の下に両腕を入れて抱きかかえ引きずり始めました。でも障害物だらけで、煙は充満して呼吸ができず力が出なくなりました。もうどうすることもできず、部屋を4分の3ほど進んだところでケビンに言ったんです。もうダメだ、僕が一人で脱出し助けを呼んでくる。ヘリコプターが着陸したとき、僕は担架に乗せられていて、左足が宙に浮いていた。ひどい格好だったと思う。周りには撮影隊がいて、連中は僕を見るとぎょっとしたようだ。僕は少し不愉快に思った。でも撮影隊にあっちへ行けとか悪態をついたかどうかは覚えていない。連中は僕の足の状態を見たから撮影していたんだと思う。さあ、ガラハドの負傷者が収容された病院船ウガンダで、クリス・ホワイトは自分だけ助かり親友を見殺しにしたと悩み続けていました。心臓にモルヒネの注射針を突き刺そうとしたり、何度か自殺を試みたんです。そのうち僕がバカなことをやってると聞きつけて、従軍牧師がやってきました。彼は僕の話を聞いて、集中治療室に入っている大男のことを思いついたようです。僕をそこへ連れてってくれました。間違いなくケビンでした。互いに一目見て涙が溢れ出しました。生きていたんです。何かが焼け焦げているようなひどい匂いがしていました。病室のドアを開けると、およそ40のベッドから黒い顔が覗いていました。ゾッとするような光景でした。ドアを閉めて逃げ出したい気持ちでした。でも私は自分の顔に現れた恐怖の表情を隠さなければいけないと思いました。微笑みを浮かべて中に入り、努めて冷静を保ち、自分の仕事に取り掛かりました。みんなほとんど髪の毛がなく、眉毛とまつげもありませんでした。両手はひどい火傷を治療するための特別のバッグに入れていました。私は自分の部屋に戻りたいと思いました。かわいそうで涙が止まらなかったんです。一方、陸路をたどることになった部隊は
サンカルロスからポートスタンリーまでのおよそ100キロを徒歩で進まなければなりませんでした。飲み水がなかったので地面の泥水を飲むしかなかった。水浸しの地面を踏みつけ水を染み出させたり穴を掘ったりして水をため、それをカップにすくい取って消毒用の錠剤を入れて飲むわけだ。水は真っ黒だったが飲まないわけにはいかなかった。配給の消毒用錠剤などじきになくなってしまう。ポートスタンリーに近づく頃にはズボン下を履いてるやつはほとんどいなくなった。みんなひどい下痢をしていたからだ。ある若いやつはファスナーを下ろしズボン下は切り裂いて下痢のまま歩き続けたものさ。そいつには他にどうしようもなかったんだ。下痢で脱水症状になってるから軍医はとにかく水をたくさん飲むしかないという。僕たちはみんな何度も何度もあの泥水を飲んだわけだ。イギリス軍部隊が次第に近づく中、アルゼンチンの若い兵士たちにできることはただじっと待つことだけでした。ポートスタンリーの周囲の丘に塹壕を掘り、兵士たちは最後の戦闘に備えました。あの最後の数日間、僕たちが話していたのは一体何人の仲間が死ぬんだろうかと、そんなことばかりでした。もう気力はなく、ただ死を待っているばかりでした。まだ19歳だった我々にはこの状況から逃れるのに役立つ経験などありませんでした。あの最初の砲撃戦は本当にすごかった。敵の反撃も激烈で、自分たちはもう機関銃の射程に捉えられているのかと立ちすくんだほどだった。1、2分は呆然としていたように思う。手をちょっとでも頭の上に上げるとすぐに吹っ飛ばされるような気がしました。手投げ弾が我々の近くで爆発し、仲間が一人空中に吹き飛ばされました。叫び声や悲鳴が上がり、爆発が続き、銃弾が飛んできました。我々は完全な混乱状態に陥っていました。手投げ弾で吹き飛ばされた奴が立ち上がり、やられたと大声で叫びました。彼はまだ歩くことができて、僕の方を向くと、ほら、僕の銃をやるよって言うんです。それから別の仲間に自分の弾薬を手渡すと、今度は俺は出ていくと叫び始めました。戦争はもうたくさんだと言いたかったんでしょう。とにかく彼が塹壕を出て歩き出すと、イギリス軍は火炎手投げ弾を彼に投げつけました。彼は炎に包まれ悲鳴を上げました。その姿はまるで松明のようでした。でも我々が心配したのは、燃え上がる彼の体が我々の陣地を照らし出していたことなんです。自分たちの姿が敵に見られてしまうので、我々は手を振って彼に近づかないよう必死に合図しました。その時はもう彼が死のうが生きようがどうでもよかったんです。誰かが撃たれた時は近くにいれば必ず分かるものです。弾丸が当たる音が聞こえるからです。なんともゾッとするような音がします。本当に嫌な音です。以前にその音を聞いたことがなくても本能的に分かるんです。弾が肉や骨を砕いた音だと分かるんです。私の部下が狙撃して、アルゼンチン兵の一人に弾が当たる音が聞こえました。一瞬静かになった後、その兵士はものすごい悲鳴を上げました。母親の名前を叫んでいたようです。その時はどちらの陣地も完全に沈黙していたので、両軍にその叫びが聞こえました。我々もアルゼンチン側と同じく身震いしていました。その恐ろしい叫びは尾を引いてずっと長く続いていました。
銃に弾を装填し終わって立ち上がると、一人のイギリス兵が僕の真正面にいました。その時にはイギリス兵全員が我々の方へ殺到していたんです。目の前に立っていたそのイギリス兵は僕の頭を打ちました。僕は後ろにのけぞって倒れたんですが、まるでスローモーションのように感じました。僕が死んだと思ったんでしょう。彼らは僕を放って前進していきました。弾はヘルメットで方向がそれて首をかすっただけだったんです。僕は生きていると思いました。体の向きを変え這ったまま逃げました。立ち上がろうとはしたんですができませんでした。山の頂にたどり着き下を見渡したことを覚えています。地獄でした。炸裂する砲弾、爆発、火を吹く機関銃、兵士たちの叫びや悲鳴、まさに地獄でした。私は目が回るのを感じ立ち上がろうとして斜面を転げ落ちました。イギリス兵はみんな僕が死んでいると思っていました。意識はありましたが筋肉一つ動かせなかったんです。それで彼らは僕を毛布にくるみ積まれた死体の上に乗せました。しばらく経って一人の軍曹がやってきて死んだ兵士たちの名前をメモしていました。彼は泣いていました。その時僕が瞬きしたのに違いありません。その軍曹は突然僕が生きていると気づいたんです。戦場に残るアルゼンチン兵の死体を埋葬するのはイギリス兵にとっても辛い仕事でした。Everybody we came across was all twisted. You could see the agony, you know, that these guys had been in when they died. I mean, their legs were all twisted, their arms. And then we found an Argentine officer. He'd been injured. He had a belly wound. I can't remember who found him.And they called me over, said, oh, come on over here, Lou, and have a look at this guy here, and went over. And he was sort of, he started speaking to me in English. And he was telling me, you know, that he didn't know why he was, you know, why we were fighting either. I feel bad about the bodies.You know, the state of them and everything. And, you know, the way we sort of just trying to toss them into a hole. Yeah, they were just kids. The guy that was injured, you know, I wish, you know, that he'd never spoken English, like, you know, and,he died. Can we stop a minute?
took me 4 years to cry about a few dead people. Because obviously you can't cry then. You know, you got a job to do and you do it. I still feel, even now I feel, you know, why am I crying? Or what? I'm afraid I just don't see him as enemy. Yeah.割り切れない思いでした。誰がどうこうというわけではありません。ただみんなは帰ってきたのに、夫は帰ってこなかったんです。ブエノスアイレスに帰った若い兵士たちも複雑な思いにとらわれていました。バーに出かけた時です。店の中に入って思いました。あんなことがあったのに、こんな楽しそうなところがあっていいのだろうか。カウンターに座り、ビールを注文して周りを見回しました。幸せそうな顔があふれ、誰もが楽しいひとときを過ごしています。まるでアルゼンチンがワールドカップに優勝したのを祝っているみたいでした。戦争など起こらなかったかのようです。僕は自問しました。僕は何人の父親を殺したのだろうか。それにどんな意味があったのだろうか。祖国とは何だろうか。僕たちが苦しんでいる間、祖国のこの人たちは歌ったり踊ったりしていたのだろうか。腹を立てているわけではありません。報酬を求めているのでもありません。
僕が言いたいのは、僕らは19歳で命を懸けて戦い、そして多くの仲間が帰りませんでした。その僕たちは今一体何をしたらいいのでしょうか。最初の数日は外へ出なかった、出られなかったんだ。国旗を振られるのが嫌だったから。身も知らない奴が近寄ってきて誰かを殺したかいなんてバカなこと聞く。背中を叩いてビールをおごってくれたりもする。こっちも多少愛想よくして戦争の話もしたさ。だが決して本当のことは言わなかった。今日までは誰にも言わなかった。I don't know any best moments. The whole affair is one of tragedy. It's a war is a messy, dirty, miserable business. And we should never, ever allow ourselves to go to war. We, the British people, are proud of what has been done. Proud of these heroic pages in our island story.Proud to be here today to salute the task force. Proud to be British. We went to fight because they had invaded British territory. And it's really all a question of pride. I think Britain had to have that pride in herself.Or as a nation, we would have just been, what now? They had to do it. Oh, the price that my family paid. No one will ever know exactly what price we paid. Perhaps it was worth it for Britain's sake.